思い出の罪プラレ流集。スカイネット、チェンジゲッターロボ、世界最後の日、シンゲッター1。チェンジゲッターチェンジゲッターロボ、世界最後の日とは、1998年に発売された、ゲッターロボシリーズ初のオリジナルビデオアニメシリーズにして、最高傑作の呼び声も高い作品である。全巻収納ボックス欲しさにレーザーディスクを買ったら、あっという間に DVD の時代が来ちまって、悲しい思いをした問題。人類の存亡をかけた、月でのインベーダーとの戦いが終結して3年後、再びインベーダーとの戦いが始まるというオリジナル設定なのだけど、漫画版のゲッターロボシリーズのネタをふんだんに盛り込んでるんで、ゲッターロボのファンなら、思わずニヤリとしてしまうシーンが盛りだくさんのお祭りアニメなのでございます。一人乗りのゲッターは反則だー。とか、ゲッタードラゴン軍団はないわー。なんて声も聞かれたものなのだけどもね、ロボットプロレスが大好物の野郎には、久々に燃えたぎるアニメだったものですぜ。しかーし、3話までは監督名がクレジットされてないのだよ。当初、監督を務めることがアナウンスされてた今川康弘監督が、なんやかんやで3話で外されちまったらしいって噂があるのだよ。今川監督が関わっていたのかどうかは、はっきりとしたことはわからねえ。どちらにせよ、4話からは世界観が寸芸変更されたんで。騙されたー。とか、思ったものなのよ。あんな破天荒な演出をやるやつなんて、あの頃は今川監督くらいしかいないよねー。なんかジャイアントロボでの悪夢が一瞬よぎったよ。あれあれあれー、またですかい？また予算を使いすぎたんで外されたんじゃねえの？とか、原作の世界観を壊しすぎてクレームが来たんじゃねえの？なんて好き勝手言われちゃってるのよ、とほほほほー。ゲッタードラゴン軍団や、ゲッターロボのナノマシン風の変形シーンなど、おぜぜがかかってそうなシーンが多かったんで、噂におひれがついたんだと思われますですよ、チャリーン。俺的には3話までの作風で完投して欲しかったものだけど、あのペースで続けていたら、ジャイアントロボみたいに変な外伝を挟むとか、最悪、打ち切りになっていたに違いねえ。エモーションレーベルの15周年記念作品なんで、そういうわけにもいかなかったに違いねえのでありんすよ。シンゲッターロボは、神にも等しい力を持った最強のゲッターロボなのですよ。漫画版のゲッターロボ GO で初めて登場、大暴れして以来、第4次スーパーロボット対戦で3形態の全体図が設定され、チートな能力でたちまち大人気になった、スーパーロボットの代表選手なのでやんす。必殺技のストナーサンシャインや、同化吸収能力など様々な能力を持ってるけれど、最近は少々抑え気味。チェンジゲッターロボ版のシンゲッターロボも、すべての能力を解放した状態ではなかったのにもかかわらず、終盤では、度肝を抜くような戦いを見せてくれちゃうのでございます。キットの値段は3500円と末。1999年に、青島さんからスカイネットブランドで発売されたキットの一つなのですよ。シンゲッター1は、スーパーロボットシリーズと銘打ったインジェクションモデルキットの第1弾で、他には、シンゲッター2、ブラックゲッター、魔人カイザー、ゴーショウ軍、ザンボット3、バーンガーンなんて、若い衆が全然知らねえようなスーパーロボットがラインナップされていたのだよ。パッケージの SR って文字が目印だい。スーパーロボット対戦のおかげで、スーパーロボットの人気がうなぎ登りなのはいいけれど、この時期、スーパーロボットのインジェクションキットなんて作ってるのは、青島さんくらいだったのよねー。他のメーカーは、80年代にバンダイさんの真似して大やけどしちまって、未だ回復できずにいたのよ。あいたたたー。キットは、インジェクションモデルイコール簡単組み立てなんて思ってる。脳みそがお砂糖でできてる連中を拒絶する、硬派な男仕様のキットなのですぜ。ゲッターロボにハマったアニメファンが衝動買いするならまだしも、半端なモデラーが手を出したら危険すぎる。まがまがしいオーラが漂うキットなんどすえ。バリとヒケと、ボリパーツも使ってない挟み込みの貧弱な関節が、昭和臭漂う素敵な出来だと褒めておこう。ガンプラとかでは定番の、ダボを使ったスナップフィットに慣れていた連中なんて、パーツについてるガイドピンに思わず目が点になるに違いねえ。ガイドピン通りにパーツを合わせても、合わせ目がきちんと合わないパーツがあんのよ。なんだこれ？どうしたらよいかは、てめえの親父にでも聞くがよいわー。成型色は白一色、武器はトマホークランサーがついてるよ。作ったやつは当然知ってると思うけど、トマホークランサーの絵の部分はランナーと見分けがつかないのよね。旧キットの100分の1ドムのヒート剣もこんな仕様だったのよ。気がつかなくて捨てちゃったい。そのパーツからいくつもゲートが伸びてる素敵仕様。おまけに17番のタグまでついてやがるよ。まいったねー。このパーツが嫌なら、3ミリ系のプラ棒を使えって書いてやがるのよ。くにゃくにゃして使えねえよ。しかも、キットは限定生産なんでパーツの別売りはしねえときたもんだ。他にも、モデラーが同心に変えるような、胸が高鳴るツボが盛りだくさんのキットなんで買ったんさい。おすすめ。今見るとメリハリが足りないプロポーションなのだけど、当時は20センチサイズのシンゲッター1は貴重な存在だったのですよ。ほんとだよ。ツッコミどころはすんげーたくさんあるけれど、とりあえず、すだちでのバランスが悪いんで、
題材くらいは用意しておきたいところだね。原作版や、スーパーロボット対戦に登場した新ゲッター1も人気だったりしたもんで、のっぺりした頭部に改造するのは定番だったりしたもんよ。だからね、ファンは原作版に改造するのも考えて、都合2個は買うってわけなのさ。こういうキットは、素人なんかはすんなり作ったりしちゃうものなのよ。でも、ちょっとモデラー歴が長かったりするとだね。部分回収とか、関節のボールジョイントとか、やることがたくさん見つかっちまうのよ。でもって、時間がある時に作ろうと思って、押し入れに積んだまま忘れてる。それこそスパロボとかに登場した時に、思い出して作ったんならいいけれど、出来の良い完成品問いが発売されると、そっちに感情移入しちゃうものなのでござんすよ。そんで、中古屋に売っちまうパティーン。次回のキットは、これだ。